じゃあ参りましょう。ようこそ三浦恋の部屋へということで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。サンスポさんのねワールドカップ前哨戦でも惜敗も、この借りは本番で返すということで素敵なコピーですね。ぜひそれを期待しましょう。残念ながら、日本対サモアの試合が22対24で負けましたと。まあもちろん本番はワールドカップなんですけれども、やっぱテストマッチしかもホームで負けたということに関してはちょっと、ファンとしてはまあ思うことはあるなと。まあいろいろね、いやいやいや今は大丈夫だっていう人もいると思うんですけれども、まあファンとしてはね悲しいのは当然だと思うんで、なんですが、まあいろいろ、試合後、まあ一人座談会っていうのをまだやってなかったんで、昨日 の試合でしたが、よろしくお願いします。フランスワールドカップ2023に向けて、日本代表対サモア戦、観戦後の一人座談会。で、ちょっと最後はですね、南太平洋3カ国はますます強くなるなぁと、いうふうに思いました。リアリーファノが、普通に出てたことに関して、なんとなく規約が変わったっていうのは知ってたんですけれども、ちょっとそこに関しても最後補足させてください。じゃあよろしくお願いします。まあ、最初こうですね。また勝てなかった。どうして勝てないんだ、僕は。まあ、全然僕はとか。まあ、どうでもいい画像を持ってきちゃったんですけれども、言ってはいけないですが、負け続ける応援は辛いのということで、でも本番にやってくれることを信じてですね、僕らは待ちましょうということで、でもね、毎週どうしても勝ちたいというファンの気持ちはご理解ください。よろしくお願いします。で、ツイッターでやったんですけど、実はですね、夏休みをちょっと取らさせていただいてて、家族と。なんで、1泊2日で軽井沢行ってました。で、全然知らずにですね、軽井沢泊まってて、帰り際、まあ大体、ここ数年の家族の行事なんですけれども、軽井沢のメインのところに一泊して、で帰りアウトレット寄って帰ると、まあ、いうのがちょっと三浦家のここ数年の間なんですが、全然知らなかったんですけど、なんとなんかいきなりですね、放送で今日日本代表田村選手、元日本代表田村選手のなんとかかんとかとか、とか思って、で調べてみたら、ラルフローレンのあれですよね、アンバサダーっていうか、あれですよね、まあ、広告っていうか、まあ、タレントっていうか、まあ、そういう活動もされている田村優さんがですね、ラグビークリニックって言って、小学校3年生4年生ぐらいかな中心にちょっとそういうラグビースクールみたいなクリニックを3つやってたんですけれども、3回やってて、でちょうど夕方5時にトークセッションを 2,30 分だけやってくれると、まあ、いうことで、まあ、それを見てから帰ろうと、まあ、本来もうちょっと早く帰るんですけど、ちょっと家族に言ってですね、さすがに見させてくれと、まあ、これはちょっと見ないわけにはいかねえだろうと、まあ、いうことで見させていただきました。で5時っていうのはですね、もうサマー戦終わってたんですよね。だ僕サモア戦はリアルタイムではちょっとスマホとかでちょこちょこチェックしながらだったんですが、田村優選手は、まあ、活動されてたと、まあ、いうところ で、でコメントをいくつか動画で撮ったんで、まあ、ちょっとまた別途上げてみようかなと。特に問題はないと思うんで、ワールドカップについてとか、キャノンイーグルスについてとか語ってたんでね、ちょっとそこはどうしようかちょっと考えておりますが、まあ、そんなことがあったよということで、もう結構ね人も集まってましたね。さすがっていう形でした。田村優選手は果たして今回のこの結果をどう思ってたのかななんていうこととかを質問してやろうかなと思ったんですけど、そんなことできる空気じゃないのでってな感じで、すいません、話それましたが、じゃあ行きたいと思います。でもうこうですね、まずついに10位から降格でしょうと。で世の中そんなに甘くないということで、ずっと世界ランキング10位にキープしてましたが、やっぱホームで格下って言い方ですけど、ランキング下のチームに負けるってことは相当のマイナスポイントなんで、もう記事出てますね。日本はホームでランキング下位のサモアに敗れたことで、24日に発表される最新の世界ランキングで12位に落ちる見通しとなった。ラグビーの世界ランキングはポイント交換システムにより対戦チームのランキング上下関係、試合結果、得点差、ホームアドバンテージが考慮されて計算される。ランキング効果が直接的にワールドカップフランス大会に与える影響はないが、強化試合を含めてよもやの3連敗、29日に予定されているトンガ戦、大阪半蔵ですね、何よりも白星が求められると
というところで、まあ、テストマッチのことをあまり知らない方とかはまあいらっしゃらないかなあれだと思うんですけど、やっぱり一試合一試合重いんで、で、ここその前のオールブラックスフィフティーンは、テストマッチっていうよりもだからキャップ対象外だったんで、そこはランキングに多分反映されないんですよ。だけどその世界的にテストマッチ毎年行われているワールドカップとは無敵に国対抗っていうのはもうその一勝一試合一試合っていうのが大事なんで、だからそういう意味では、まあ、本番前に、手の内見せらんないとか、リーチ選手が早々にレッドカード出たとかっていろんな事情あるかもしれないですけど、やっぱテストマッチでランキング下位に負けたっていうことは事実日本ラグビーの、まあ、危機っていうか、日本ラグビーとしてはちょっとなんか見過ごせない事実であるということはファンとしても理解しておきましょうというところですね。で、まあ、肝心なヘッドコーチの声を拾ってみましたというところで、残念な結果になった。1人いなくなると試合に勝つのは厳しい。リーチにレッドカードが出てから50分、クオリティの高いチームと戦うのは難しい。ただそこでチームがどう対応していくかという点ではポジティブだった。アンラッキーだったが勝てるところまでいけた。ポジティブなところも生かしていきたい。まあね、まあそんな感じでしたと。で、今日はフォワードが頑張っていたと。大きくパワーのありダイレクトに当たってくるサモア代表に対し体を張ってくれた。スクラムではアジャスト調整すべき部分がありましたが、途中からウイングのジョネがフランカに入った。その分ディフェンスは難しくなりました。だから人数が少なくなりますからね、バックスが。で、ラインアウトで相手ボールを取れた。まあ、これはまあみんないいところだって言ってますよね。相手のフローを変えられた。最終的には運がなかった。最後は我々がペナルティをもらえてもよかった。まあ、この言葉はいらなかったかなっていう感じは個人的にはしてますけれども。まあ、ね、一人頭、フォワード10キロぐらい体重差あった中、スクラムがかなり厳しい状況だったなと、ああいうところなんですが、まあ、それに関しては、まあ、日本のお家芸になりつつあるんで、ここはなんとか、本番までに、調整してもらいたいんですけど、ただその去年のイングランド戦も含めやっぱり試合での調整っていうのがやっぱもっともっとランキング上の国っていうのは、審判の癖とか、相手の状況とか組み方とかをやっぱいち早くコミュニケーション取って、それはレフリーも含めてですね、もう調整していくっていうところに関して日本はまだまだやんなきゃいけないっていったところは、この記事だけでなく他の記事でも見受けられました。で、あとノックオンですね。で、日本が12に対してサモが15、そのことに関してはやっぱ日本だけが悪かったわけじゃないですよね。だからやっぱりその湿気の問題とかでボールが相当滑るという状況はサモアも変わらないんですけれども、そのことに関して、質問が来た時にすぐに修正したい点です。ただミスを犯した選手にはリーダーの選手が多かったと。ここがちょっと僕気になった、唯一っていうか、ジョセフ・ジェイミーの言葉として僕もそれはもっと言ってほしかったなってところですね。ボールを落としたくて落とす選手はいません。ただ福井翔太も長田智樹といった若手はインパクトを与えた。そんな中経験者がミスしたことに関して彼らの中で責任取ってもらいたいですと。まあ、ちょっとこの日本語の訳し方がどうなんですかということもあると思うんですけど、ただやっぱりベテランの選手たちに対して結構警鐘を鳴らしてるってことに関してはジェイミーこれもっともっと強く言ってもいいんじゃないかなと思いました。捉えたトライはチャージダウンとミスタックル、防御でも相手の攻撃にプレッシャーをかけられたところもあった。今後スキル技術はすぐに修正して来週の試合に向かっていきたいです。ジョセフヘッドコーチはため息をつきながらその状態でも最後はあと一歩まで追い詰めたことはポジティブに考えたい。まあポジティブに考えなきゃいけないっていうのもありますからねと前向いた。ワールドカップでもあり得ること、それを今日経験できたことはプラスと、ベテランフルバック山中とウイング松島も口を揃えた。これでね勝ってればねまた言葉も重いんですけれども、あと一歩って言ってもやっぱ負けは負けなんで、やっぱそこはサモアの方がいろんな意味でトータルで自力があったなっていう昨日の段階では思いました。でここのところで僕は気になったのは結構ジェイミーがキャップ数が多い選手っていうのを大事にするじゃないですか。若者の起用っていうのはかなり慎重にするところがある中、なんかそんな慎重に
起用してる若者がてか、あの新顔がニューカマーが超元気で、あのベテラン組とかあのキャップ多い組はどうなってんだっていうことに関しては僕もその通りだと、あ、言わざるを得ないなと思います。だってもうこれに続くんですけど、あ、すいません、次か。あ、でリーチのレッドの経験を次の糧に、もうこれはあの今お伝えした通り、なかなか、練習しようと思ってもできないことですし、あの本当にいい経験だったと思うんで、あのワールドカップの前にこれを経験できたということは、あのなんていうのかな、もう僕なんかよりもかなり言語化しながらこうなった時の不測の事態に対しての対処法っていうのは、経験値として積み上がったんじゃないかなっていう気がするので、ぜひと。フランカ姫の和樹は正直残念な気持ちが強いと悔しがり、リーチの退場後は悲観することなくゲームを続けたかったが、やっぱリーチですからね、チームが少し落ち込んでしまった感じがあった、そこで流れを戻せなかったと話した。レッドはもちろん15人誰が出てもひどい痛いんですけど、やっぱリーチっていうのはね、精神的支柱なんで、かなり尾を引いたんじゃないかなっていう気がします。リーは1人少ない状況での戦いになったことについて、14人でどういうプランを持って戦うのかっていうのはなかなか練習では味わえない経験と前向きに捉え、その中でもしっかり全員がファイトしてスコア的に負けてしまったが、ポジティブなところがたくさんあったのでいい経験だったと語ったと。日本代表は次戦29日にトンガと対戦するということですね。でプロップ稲垣の指摘は厳しいが的を得る、一人一人が仕事量を 10% ずつ上げれば、これリーチがレッドの時ですよね、数的不利をカバーできると思った、でも最終的に勝敗を分けたのは自分たちのミス、全ては我々のプレーの精度の悪さだから、対応策もあったんだけれども一人一人が仕事量 10% 増えれば、まあそこの穴を埋めれたんだけど結局できなかったっていうことで、もうさすが稲垣選手はいつもね、言いにくいこととかズバッと言うので、やっぱファンは分かりやすいななんていうのも思いました。でさっきの続きなんですけど、相変わらず新戦力が頼もしいっすよね。まずはもうね、初キャップでトライと。でこれはアマト・ファカタバの起用法に関してジェイミーが言ったセリフで、今年初選出ながらここまで全試合先発は順調に試合をしている、継続的にプレーしてほしいって、これ試合前のコメントですね。で、僕自身オールブラックス15の初戦の時に、まあ、見た時に結構ファカタバがノックを2連チャンしたんですよね、後半の最後の方。そのことに関して沢木さんが、まあ、こういうところでやっぱり精度高いプレーができるかどうかって言ったところ結構厳しいコメントあったんで、で小倉選手のミスキックとかも結構厳しいコメントあったんで、うわーとか思ってたんですけど、まあ、その後ちょっと小倉選手は出てないっていう状況の中、ファカタバ選手は出続けてるってことに関してはちゃんとチームで信頼感をどんどん日々の練習で得てんじゃないかなと。小倉選手とかもね、早くまた見たいですけどね。ああいうような状況で、もうここはもう、まあこれ見ていただくと分かる通り、1試合目硬かったのは事実ですけど、まあどんどん良くなってますよね。結局一番ラインブレイクしたのはファカタバでしたよね、昨日の試合。いやもう本当にそこはなんか心配して損したなっていうことで、リーグワンのパフォーマンスがなんか代表でも見れて嬉しいなという気はします。でもうね、もう本当出たらもう何かしてくれるって感じですよね。何度も観客を沸かせ指揮官の評価も上々、ただ自分の反則で好機を逸した場面を食い、特別な日にはなったが、これキャップもらえたってことですけどね、国際試合では一つのミスが大きな影響を及ぼすと学んだと振り返ったと、まあ、いうところで、さっきの、ジェイミーのベテランに対してのちょっとした苦言とこの、ニューカマーの躍動を見ると、まあ、僕らファンは単純にこうですよね、ぶっちゃけその必死さが伝わりますよね、単純な問題で。そしてそのプレーが僕らの心を震わすと、いつも毎回この3回レビューしても結局長田選手とかファカタバ選手とかの新しい力とかいうのがやっぱどうしても目にいってしまうと。でもちろんムーアとかベテラン組頑張ってるんですけど、やっぱりそこに対してもっともっと期待している僕らもいたりして、より際立ちますよね、相対評価じゃないんですけど。だから引き続きね、頑張ってもらいたいなと、てか応援し続けますというところです。で、あともう一つちょっと記事一つだけ紹介したいのは、坂田さん、元日本代表復活の坂田さんの記事が僕もちょっと気になってて、まあ多分もう僕の心配なんて大したことないと思うんですけど、坂田さん元復活の法政大ですよね、気になった点は2つ。まずはゲームの中の修正点、修正力、改善点を見つけそれを実行する、ハンドリングエラーにしても個人としてどう対処するかだと。もう1つは敵陣、ここですね、
敵陣ゴール前でトライを取るオプションだと。テストマッチともなれば簡単にトライは取れないが、この日もトライ数はサモアの3に対して日本は1なんですよね。リー・スーシンのキックがなかったらもっと点差ついてたと。敵陣22メートル内までは攻め込む力はあるのだから、本大会に向け日本独自の得点パターンが欲しい。まあそこは見せれないところはあると思うんですけど、とはいえちょっとトライ少ねえなという感じはします。そんな中スタンドフリーの確実な PG、 フルバック山中のロングキックは明るい材料、次戦のトンガもスタイルはサモアと同じパワーのある相手にいかにミスしないでゲームを運べるか、1週間後の答えに期待したいというところで、まあ、ちょっとあの KO ラグビーファンなんで、あの KO ラグビーファンとちょっと被る、 KO ラグビーとちょっと被るとかあって、結構行くんですよね、敵陣ギリギリまで、あ22メートル内だけど、そこからはやっぱ取り切れないっていったところが、ここ数年 KO がもう一つ上に行ってもらいたいところ、 KO と日本代表一緒にするなっていうのはちょっと置いといて、だからそこの最後の取り切るところって、あの問答無用系が多いんですよね。うん、サモア見て お分かり通り、最後やっぱもう綺麗なトライじゃないですよね。であのテストマッチを他の国見ても、あのダミアン・マッケンジーとか、あのなんだあのウィル・ジョーダとかカーンって抜けるトライはもちろんありますけれども、やっぱゴール前はもうぐちゃぐちゃですよ。ぐちゃぐちゃトライ、アルゼンチンしかり、あの南アしかり、だからそこのぐちゃぐちゃトライとかがもう一つぐらいあってもよかったなっていう感じがします。なんで、もうオールブラックス15が2試合、サモアも終わって3連敗ということなんで、残り、パシフィックネーションズは2試合で、直前イタリアということで残り3試合になりました。まずはトンガで、もうここはちょっと分かりやすく勝利としないと、ファンとかも徐々に納得しなくなってくるんじゃないかなっていう気がするので、すいません、応援しておりますと。ああいうところです。あの細かいところとかあるんですが、僕はやっぱりジェイミーのコメントの中で珍しくそのベテラン組にちょっと苦言を若干呈してたのと、まあ、毎回毎回新戦力の方が目立ってるなっていうところが、やっぱ彼らの方がちょっと必死になってんじゃないかななんて簡単に言っちゃいけないんですけど、33人残るために必死になってる感じがして、そこが僕今のところ負けても僕らファンがファンで居続けられるのは、彼らがやっぱりハートを持ってプレーしてくれてるからなんじゃないかななんて思いましたというのが僕のサモア戦の感想ですと。ああいうところで、で最後ちょっとサムネの一番下にも書きましたが、もうクリスチャン、リアリーファノがやっぱ素晴らしいプレイヤーでしたね。ディーロックス、あじゃなくてシャイニングアックスでもプレーしてましたが、ね、白血病からいろんなドラマが持って、またねサモア代表に返り咲きっていうことで素晴らしいと思うんですけど、ね、知ってる方はいらっしゃると思うんですけど、ワラビーズ何キャップ持ってんだって話ですよね。でこれ一応ルールの確認なんですけど、ラグビーでは従来複数の国や地域にまたがって代表にはなれなかった。だからニュージーランド代表だった日本代表のジョセフヘッドコーチが日本代表でプレーできたのは、そのルールが施行される前の1999年に日本代表入りしたためだと。だからその複数の国に代表になっちゃいけないっていうのがしばらく決まってる前の時だったんで、ジェイミー・ジョセフは日本代表でプレーできたと。でもしかし国際統括団体ワールドラグビーは昨年ですね、ある代表で最後にプレーしてから3年が経過すれば、自分の出世国または父母のルーツのある国の代表資格を得られるルールを導入。これがこれまでニュージーランドや豪州などへの人材輸出国だったサモアにチャンスを広げた。これは他にもトンガもフィジーもそうですね。ニュージーランドや豪州などへの人材輸出国っていう表現がちょっとすごくまとめてよう、まとめてみようなんですけど、でリアリーファノはニュージーランドで生まれてるんですよね。で移住先のオーストラリアでラグビーキャリアを積んだが、このほど父母のルーツがあるサモアの代表でプレーすることを選択したのだということですね。これはサモアに限ったことではないと。トンガには元豪州、オーストラリア代表ホラーですねが合流し、すでに豪州 A を破る、金星を挙げたと。フィジーには元ニュージーランド代表のタマリバルですね、ブレイブルーパス。こうなるともう、ここはちょっと飛ばしてですね、一番下ともあれ、これまで個人技では圧倒的な強みを持ちながら組織プレーを苦手にしてきた、南太平洋3カ国が上位国で活躍したトップ選手たちを得てどう変身するか注目したい、ワールドカップの日本代表にも影響しそうだということで、まあ分かんないですけど、前世紀から3年
立つっていう表現がするのか、まあ、そこを何とも言えないんですが、まあ、ちょっと3年というタイムラグはあるんですけれども、例えばですけどセブリーズとかでもね可能性ありますよね。だからそういうのとかでなんとなく、トンガとかフィジーとかニュージーランド、あ、じゃねえ、あのサモアって優秀な選手はやっぱ、まあ、日本もそうですよね。あ、そういう国とかで代表になるっていうのが今流れの中でも、そこで代表を昔は選んだら自国ではできなかったところを今できるようになっているっていうことなんで、まあ、どう考えてもこれからこの南太平洋3カ国は強くなるな、なんていうのを思いました。だからそういう意味では昨日の試合の負けを言い訳の一つにもなっちゃうんですけど、まあ、2019年の時のサモアとはやっぱ違うぞというところで、ただ日本も違うんで本番期待しております。その前に来週のトンガ期待しております。ということで、本日は以上になります。あ、やべ、すげえ長くなっちゃった。お付き合いいただきありがとうございました。では。